まず弱く叩くと全部の音をちゃんと拾ってるよね。バズロールなんかもこんな感じ。そしてアクセントも、まるでアコースティックのスネアドラムのようでしょ。じゃあ次はタム。ハイタムが2つ、フロアタムが1つ。このタムもとても広い範囲の強弱を表現できるんだよ。